おいっす、こんにちは、アメリです。まあ、お久しぶりというほどでもないかもしれないですけど、ちょっとね、この聞いての通り声が、鼻声でちょっと治ってないんでガラガラだったりするんですけども、まあ、そろそろ復活しろよ、お前。ソードアートオンラインコラボだろい、ということで、やっていきまーす。今回はキリトです。パーティーはちょっと、オーマイゴさあ、やってきました、トト。もう一度トト。もう、ゴゴ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 ゴオッケー、スキル貯めるっていうか、まあ普通にワンパンは追加攻撃がないと厳しいのでカット。もうカットするほどじゃないか。もう普通に通パンでいいか。濃姫のスキルを貯めるか否かだけど、まあ貯めなくていいよね。追加攻撃組むよ、もう踏んじゃうよ。こんなもんでいいよね。OK で、どうしよっかな、どうしよっかな。リバイブじゃねえわ。なんだっけ、ドラクリストが来るとややめんどい、濃姫とかの位置的に。なるほど。あと、あ、じゃあ撃つか。ネイよ、ネイちゃん撃っちゃう。これは高圧空気圧縮弾6ターン耐えれるんだったらみたいなところあるけど、まあこれでちょっと全パラ上がってる分、結構削りそうじゃない。あー、ダメだこれ。これネイ使おうで、水がさないんだよ、このネイの陣には。だから次は誰だ、パールとか。どうしよっかな、これ一旦あんまりコンボしないかなーって思ったけど、なんか手がもう勝手にコンボを組んじゃってるので。あー、ナイス、今のはナイス。オーケー、なんだかんだ回復ないけど、回復作んないか。終わった。待って、もうめんどくさー、溜め直しまーす。じゃあもうここで行くか。ここで行くしかないな。タイガラッシュ、タイガラッシュじゃないわ、間違えた。使って、まあこんなもんで。でどうしよっかな。次覚醒無効とかめんどくせえからな、あれがいいな。油断してんなよがいいよな、多分一番マシだとすれば。 OK、 多分一番これがマシだと思う、多分。おそらくメイビー。ずれてますよ。これでどこまで削る。タイプがね、こいつ攻撃と体力、まあまあ削る。だだだ、待って、あー、どうしようかな。無効貫通か。回復がないんだけど、圧縮空気玉を撃とうか。もっと早く。これ倒すんじゃないかなって思うんだよね。倒さない、これ大丈夫。撃つ上はやめとこ。いやー、やばい。あっぶねー、あっぶねー。行くぜ。もでもあんまり良くないぞ。欠損すんなよ、このタイミングで。このタイミングで欠損はあかんって。今のせっかくさ、行くぜ。結構強いよね。でも耐えれるんじゃない、8万もあれば。確かこういう時の必殺データ情報
油断してんのは行くぜからの行くぜからの 4.5 倍、通常攻撃 4.5 倍、攻撃力が 13,250、 13,250×4.5 は 59,625 ダメージで合ってるかな。なのでまあ大丈夫、耐えれる、もうワンチャン落ち込むみたいな。キラーがね刺さんないからね。おい、まあいいや、ちょっと、いやー水が降ってきたら神だな。ここで水、あ、倒せちゃうんだね。はいはい、ナインガルダ以外でオッケー、いいよ、全然いい。イルシックスはとりあえずワンパンでしょ、とりあえずワンパン案件しといて、回復降ってくんなよ、落ち込んで消えんなよ、フラグじゃないよ。 OK でヘラッチが来るから、ヘラチオが来る、ヘラチオが来るときは、これ破滅のとき本当はゴーンに取っておきたいんだけど、でもヘラッチはね耐えれないっすよ。なんでもうこれでここ使うしかなくて、本当はねあれゴーン用なんですけどね、破滅黒の時とかそれ用で持っといたんだけど、まあこれで新王妃が出ればワイワイよ。ゴーンが出たらワッツってなるけ、これで使ってどうにかするしかない。あー、カクムね、カクムは、うわ、でもねあれなんですよ、コンボすると結構食らわしちゃうんだよね。でバインドされるからな、誰かが。まあとりあえずカット、とりあえずヘラ戦終わりということで、ヘラ戦は終わりです。 OK で倒せんのか、メタトロンとカーリーエンハンス、お、それでは勝てないがたまる、これはワンチャンだな。いや、フルチャンだな。いらない色を消して闇と水でもう無理やりゴリ押すか。 OK、 これはもらったね。エンハンスがたまり直すのは激アツ、いらない色消します。はい、めっちゃ降ってくるよ。いらない色消したのはいいけど、別に人スキルがたくさんあるからよかったかな。これあーでもワンパンして、あーどうしようかな。まあこれで一回使って人スキル使う意味あるかな。濃姫多分人スキルはいらないので、現状これで、あー 2way にした方が良かったかな、下もこれでとりあえず倒せるでしょう。 OK、今何倍出てんだろこれ。コンボ強化9個ぐらいあったから 3.7 倍ぐらい出てる。光カーリーか、闇の方が、まあ、属性的にはこっちの方がいいか。ドラゴンキラーがちょっとあったんだけど 4.3 倍、高いね。これ2色陣打って、あの姫打った方が良かったかな。まあいっか、もう普通に組みます。平積みで組んでって OK、 いいね、キリト盤面。これでワンパンできるのであればワンパンしてほしい。ああ、余裕だ、すげえ。うん、 OK、 じゃあまあ安定のサマソ、もっとだ、もっと早く。いやー遅延してるから遅くなんだよ。いやー虹ピ落ちねえか。 OK ということで今回はキュリトを使ってみました。まあ無難に強いよねって感じの性能ですが、まあ一回使ったら多分もう使わないですね。はい、ということで次はね、リーファだっけ、キネ使ってみようと思います。ではバイバイ。あ、ガチャ引いてない、待ってごめん、バイバイじゃない。よし、お待ちかねのガチャタイムですが、まあ最近ドラゴンが多い、ユルシックスが最近出てないが、まあハイスフェルゼンでしょうね。今日はなんとなくハイスフェルゼンな気分なので、はい、
ワノーリアス。さよなら。